はい、人気のね、ラブ4に新しいラインナップが加わります。まあね、アメリカかなではね、すでにね、まあ、発表されてますけども、名前が違ったのかな、日本でもね、ついに登場するのは、ラブ 4PHV、プラグインハイブリッドのラブ4です。まあ、プラグインハイブリッドね、トヨタは、プリウスでね、積極的に押してきてるわけですけども、もちろんね、まあ、外部電源から充電することで、EV 的にね、走る時間が長く取れるというのが、まあ、その特徴なんですが、それだけじゃなくね、この車では、その電気を使って、さまざまなね、喜びを提供しようと、単に EV 走行できますよと、EV レンジの長いハイブリッドじゃないですよというところを、考えていますね。例えばね、その EV 走行距離だけ見ても、実はね、95キロ走るんですよね。もうだから日常充電環境さえあればほとんど EV として走れてしまうと。ちなみに、200ボルト電源があれば5時間半で満充電で、まあ、95キロ走るそうなので、まあ、家にね200ボルト普通電源があれば、まあ、そういう使い方ができると。そしてね、もちろん、ガソリンエンジンついてますから、そしてハイブリッドとしてね高効率な走りができますから、燃費もね、まあ、もう、リッター22キロ台という、まあ、素晴らしい数字を、まあ、出し、かつというかね、それを合わせて、走行距離というんですかね、航続距離は、なんと1300キロということで、宮崎ぐらいまでかな、東京から、無給油で行けてしまうという、素晴らしい、車というかね、素晴らしいレンジを持っているという感じであります。でね、まあ、喜びはそれだけじゃないですね。実はね、これパワフルだというところにも使ってるんですよね。実際ね、フロントモーターが確か 134kW、 リアがね 40kW、というね、まあ、高出力なんですよね。そしてね、まあ、エンジンを足しての、マックス出力はね 225kW かな、つまり306馬力ということで、かなり強力なエンジン、パワーユニットになってますね。まあ、車重はね、もちろん多少増えてるんですけども、まあ、それをね、ものともしないというような走りが可能だとなってますね。走行モードもね、まあ、こういう車なんでいっぱい用意、されています。今実はね、EV モードというので走っています。EV モード、もうその名の通りで、ここにね、エネルギーモニターが表示されてるんですけども、実はね、今ずっとバッテリーに充電された電気で、電気モーターだけで走ってますね。でも超パワフル、おー気持ちいいね。100キロオーバーまで余裕で加速していくと、いいですね。どこまで行くんだろう。はい、袖ヶ浦の外と130キロオーバーまで電気だけで行っちゃいました。素晴らしいですね。なるほど。はい、他に、例えば1個この左側のスイッチを押すとハイブリッドモード、こうすると逆になるべく電気を使わずエンジンをかけて、今はねエンジンと、まあ、バッテリーは減らさないように、つまり充電も、まあ、積極的に行いながら走ると。まあ普段はこっちで使うのがいいんでしょうかね、というかでもまあシチュエーションに応じてやっぱ使い分けるのがいいのか。さらに言うとオート EV モードというのがあります。これかな、オート EV モードにすると基本的に EV で走れるならば EV で走りましょうと。で、それでちょっと足りないよという時なんかに自動的に、今ね全開にあえてしたんですけど、するとおおすっげえパワフルあのエンジンが始動して、まあハイブリッドとしてね、ハイブリッドプラス高出力モーターという組み合わせのパワートレインになると。だから電気を環境に、もちろんね環境にいい、例えば太陽光とかで発電したもので電気であればね、こう環境にいい、ドライブができると。さらにそれだけじゃなくて、レンジの長さとか、このパワフルな、本当にパワフルでびっくりしました、そんな走りとかというところにこう使って、電気はねこうなんかこう装飾じゃなくて、なんかこうもっとねファンなものを、ファンな要素をたくさん持ってるぞというか、与えてくれるぞというのが、うん、この車の
特徴というかね、ラブホ PHV なのかなというところですね。これいろいろ試したくなりますね。再び EV モードでね、もう1ラウンド行くことになりました。まあ、ものすごく静かとは言わないですけど、でも滑らかですよね。加速がぐーっと力強い。それね、本当普段なね、うちにこう充電環境がある人はもうこれ本当 EV ですよね。まあ、ファンの部分ってことでちょっと言い忘れちゃったんですけども、ファンの部分ということでは外部給電がありますね。1500ワットで、7時間かな、外部給電ができるそうです。エンジンをかけないで、エンジンをかけるとなんと3日間給電し続けることができると言います。だから、まあ、プレゼンテーションではね、キャンプなんかに行っても使えるよと。確かにね、7時間1500ワット使えれば十分遊べますよね。そしてもちろんね、今やっぱりこの手のもの、まあ、外部給電機能のついた電動化モデルを欲しい人っていうのは、ね、まあ、災害など日本多かったし多いですから、やっぱりそういうところでのこう助けになってくれるというか、そういう要素をねすごく気にすると思うんですけども、まさにねそういう面でも、だからファンだけじゃないですよね、まあ、豊かに生活を豊かにする、そういう要素がね、まああるのかなと思いますね。だからこう車なんだけど、車だけじゃなくて、車としてだけではなくてね、なんかこう生活の本当に入ってくる、生活にいろんな形で入ってくる伴侶になり得る車なのかもしれないなと思いますね。せっかくなんで、例えば、ハイブリッドモードかつスポーツとかにすると多分一番、おー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 、すげーパワフルですあらあら、それが裏の、計測のねブリッジのところで160キロ超えましたから、この SUV がこの速さ持ってるとはちょっとね思わなかったですね。おお、これは強烈ですね。ちょっとギクシャクしちゃうけど、まあでも楽しいね。タイヤがね、そんなスポーツタイヤがついてるわけじゃないんで、なんて楽しいんでしょうか。本当にねパワフルだし、こうなんだ、力の出方に途切れがないから、どこまでも行く、どこまでも伸びていくって感じがしますね。はい、もうノーマルモードで行きましょうか。なんならエコモードで行きましょう。でもエコモードでも本当にトルキーなんで、普段はもう電気充電しといてエコモードで走るというのでいいんじゃないでしょうかね。でもいざとなったら力あるよと、まあそういうね、かなり魅力的なプロダクトで、まあ、出るよと聞いた時からねすごい興味深い。だからこの車重がねだいぶ重くなってるんですけどもね、もちろん大きいバッテリー積んでますんで、だけどねそれをね足もうまくいなしてて、実はねこう乗り心地とかノーマルのラブ4よりいいかもっていう、まあ、実際のところ、ラブ4が出てからこの車ね、もうタイムラグがあるわけじゃないですか。なのでさらにね熟成が図られてるそうです。重たくなったりボディ補強が入ってたりとか、もちろんそういうこともあるんですけど、単にその物理の積み重ねの結果ではなくて、いい走りにするためにしっかりと考えられてる、作られてる、そうですね。それはね感じます。なんかね1段2段上質な車になったという感じがしますね。上質って言葉はまあ多いんだけど、ラブ4ってねやっぱスポーティーなシャキシャキした感じ、それはね残ってるっていうか変わらずで、だけどそこにね、なんだろう、ちょっとした音の静けさとか、ちょっとした
まあね、この EV モードがあるんでね、やっぱ遮音ははっきりと気を使わないといけないんですけど、それとかこうなんかちょっと滑らかな感じとか、その重さをネガに感じさせない、しっとりに感じさせる、味付けというか、そういうのがなされてるんですね。なるほど。うん、気に入ったけど一つだけ、この車ね、まあいろいろ意見はあると思いますが、急速充電がないんですよね。急速充電もやっぱ車につけるスペースはやっぱないみたいなんですよね、聞くと。あと、まあ重くなるとか、まあいろんなコストとかあるんですけど、まあこのね、95キロ走れるだけの電池を積んでると、急速充電できると嬉しいな。まあでもな、パーキングエリアとかの急速充電器をこの車で占拠するのはちょっと気が引けるな、などとね、まあちょっと逡巡するんですけど、まあ選択肢としてはね、あってくれたらよかったのと、それだったら僕もね、あの自宅に充電器がない僕としても、すごいリアルに買い物候補になるのになぁと思うというところで、すごいいい、すっげえいいと思うだけにちょっと歯がゆいところもあるなというのが、第一印象ですね。でもね、すごいですよ、これ。ただのラブ4じゃないですね。